アセトアミノフェン、アセトアミノフェン、米国、一般名は、パラセタモール、国際、一般名とも呼ばれる、下熱鎮痛薬の一つである。主に発熱、寒気、頭痛などの症状改善に用いられ、一般用医薬品の看冒薬にも広く、含有されるが、過剰服用に陥る事例も、少なくない。1877年に発見され、現在は、 米国と欧州で最も利用される鎮痛薬、総合感冒薬である。風疾水薬品モデルリストに収録され、後発薬も利用可能である。歩み製薬がカロナール、マイランエップドがアンヒバとして販売している。アセトアミノフェンはアスピリンやイブプルフェンなどのヒステロイド性、抗炎症薬、エンセズと異なり、抗炎症作用はほぼ有していない。 正常な副用量では、血液凝固、腎臓あるいは、胎児の動脈管収縮などの影響が少ない。オピオイド系鎮痛剤と異なり、興奮、眠気などの副作用と、薬物依存、耐性、離脱症状は観察されない。炎せずに禁する、アスピリン全息離患者への投与は禁忌である。鎮痛剤として多く頓服処方されている。関節炎、痛風。 腎血石、尿路血石、肩頭痛、頭痛、脂痛、外傷、生理痛、腰痛、筋肉痛、神経痛、小規模から中規模な手術後などの鎮痛目的で使用される。デング熱では、下熱鎮痛剤として、サリチル酸系統のものは、出血傾向や足動脂質を助長することから近忌であり、アセトアミノフェンが進められる。 日本では承認審査体制の整備前より使用されており、先発品は存在しない。指定第二類医薬品として、タイレノールや脳診などが販売され、処方箋医薬品として、イソプロピルアンチピリン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン合剤の SG 配合下流 1g を使用の犠牲薬が販売している。グアム島で、 生態経営悪影響を及ぼしている南大頭の駆除にも効果があるとされる。アセトアミノフェンは、シクロオキシゲナーゼ、COX 活性素害が弱く、炎せに見られるような異障害の副作用が発生する頻度は低いが、肝障害の発症頻度が高まる恐れから、アセトアミノフェンを 325mg 以上、含有する、医薬品の処方中止を2014年に、 アメリカ食品医薬品局が勧告した。米国ではアルコールに次いで2番目に多い肝硬変の原因物質である。特に小児がアセトアミノフェン製剤の糖異常やシロップ薬を誤って過料内服する例が目立つ。大量服用だけでなく、少量の服用でも急性肝炎を発症することがある。また重篤な肝障害を有する患者には近気で、 アセートアミノフェン 4.8g をアルコールとともに、服用し急性肝不全で死亡した事例が1989年に報告されるなど、アルコール多量上飲者への投与は注意を要する。犬や猫、特に猫はグルクロン酸方法能が低く、アセートアミノフェンを少量摂取しても中毒するため、アセートアミノフェン含有の下熱鎮痛剤を犬猫に投与してはならない。 オハイオ大学の調査にて、服用に伴い、痛みの鎮静に加え、感情が希薄になることなどが伝えられている。アスピリンと同様に、COX 活性を阻害することで、プロスタグランジンの酸性を抑制するが、その効果は弱い。減熱、鎮痛作用は、COX 阻害以外の作用によると考えられているが、詳細は不明である。2005年に、 ジーグムントラにより、アセトアミノフェンの代謝物である P アミノフェノールが肝臓主体で産生された後に、大部分が脳内に、また、ごく一部は脊髄に甲子アラキドン酸と結合する、子で N アシルフェノールアミンを合成することを見出した。この N アシルフェノールアミンが鎮痛作用を示す源となる可能性を報告している。 2011年の日本薬局法解説書には、アセトアミノフェンは、シクロオキシゲナーゼ系の阻害効果はほとんど持たず、障下部の体温調節中枢に作用して、氷剤毛細血管を拡張させることにより、下熱作用を発揮するとされている。鎮痛作用は、支障及び大脳に作用し、通格域値を上昇させる経路によると推定すると、される。 蛍光投与では内服後30から60分で血中濃度が最高となる。5%はそのまま尿中に排泄されるが、残りの大部分は肝臓で、クルクロン酸縫合され無毒化された後に尿中に排泄される。一部は肝臓のシトクロム P450 によって、ナプキ、N アセチル P ベンツオクイノンイミネ、または N アシタイルミドキノンとも呼ばれるに転換される。ナプキは、 毒性が高いが、直ちにグルタチオン方合を受けて、無毒のメルカップツール酸とされ、尿中に排泄される。しかし、肝細胞内のグルタチオンが不定してしまうと、ナプキが肝細胞内のタンパク質や、核酸結合するため肝細胞が障害される。そのため、アセトアミノフェンを多量に摂取すると、肝臓毒性が現れる。例えば、常習の飲酒のために、 シトクロム P450 の活性が上昇している場合にはアセトアミノフェンの摂取量が少なくても中毒になりやすくなる。アセトアミノフェン中毒に対してはグルタチオンの先具物質であるアセチルシステインを使用する。グルタチオンを直接投与しても肝細胞には取り込まれないためである。アセチルシステインはアセトアミノフェン服用後8時間以内に投与する必要があるが、 24時間以内の投与でも、肝障害は抑制できないものの肝性根水を回復させ、生命欲を改善する効果がある。アセトアミノフェンは、以下の手順で合成される。フェノールに気流酸酸性条件下で、硝酸ナトリウムを作用させて、ニトロ化し、2、ニトルフェノールと4、ニトルフェノールの混合物を得る。この混合物を分離して4、ニトルフェノールを生成する。 生成した4、ニトロフェノールを水素化放素ナトリウムで還元し、4がアミノフェノールを得る。この4のアミノフェノールに、無水酢酸を作用させて、アセチル化し、アセトアミノフェンを得る。本反応でフェノールは、反応を強力に促進させるため、穏やかな条件が必要となる。工業的なアセトアミノフェンの合成は、ニトロベンゼンから行われることが多い。 アセトアミノフェンは1873年に初めて合成された。医薬品として用いられたのは1893年である。1999年に日本の埼玉県で市販の風邪薬とアルコールを大量に摂取させて殺人した事件が発生した。埼玉県警察は容疑者を絞り込んでいたものの被害者の体内から毒物などの物的証拠を 確認でなかったため逮捕に至らなかったが、風邪薬に含まれるアセトアミノフェンとアルコール飲料を同時に大量摂取することで死亡に至る危険性があるという調査結果を得て犯人逮捕に踏み切った。アメリカ合衆国ではアセトアミノフェンの大量摂取による中毒死が発生しており、日本でも前日の殺人事件の発生をきっかけに日本薬剤師会から 販売体制の徹底が薬局などに通知された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。